どうも皆さんこんばんちは、ヨーユーです。ということで今回はマリオメーカーのスピードランのコースをだんだんクリア率を下げていく感じでやっていきたいと思います。それでは本編をどうぞ。はい、それではこのコースやっていきましょう。オートスイッチキャッスルス20秒セカンズということで、みんな大好き20秒セカンズのタイムアタックです。やっていきましょう。オートスイッチキャッスル、つまり走り抜けていけばいいのかな。はい、おう、おう、はい、はい、はい。で、ジャンプする。はい。あ、まあ、なんか前回やった感じと似てますね。あ、そういうことかね。これちょっと間に合わなくなるんじゃないか。はい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 。これはもう制作者を信じて、全部オートであることを祈ると。はい、クリアできました。まあ、ただ走っていけばいいっていう感じでしたね。クリアできました。ゴール。やっぱ20秒セカンズはね、こういうすぐクリアできてサクッと面白いステージがいっぱいあるんでね、いいですよね。じゃあ次のコース行ってみましょう。スピードラン。夏休みもスピランでエンジョイ。次のコースこれやっていきたいと思います。スタンダードなスピランですが楽しんでいただけると嬉しいです。さあ、行きましょう。どうやら40秒かな。何秒かわかりませんが、やっていきましょう。こういう Wii U のやつのバージョンは、トゲ像が多いので、なんかそんな感じのアクションがあると見た。なるほど。ほう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 。はい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 。ポン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 ポーン。ポン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 からの。はい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 。入って、あ、倒していくスタイルなんだね。ほう、ほう投げる。あ、こっちのポーは自動的にやってくれると。で、上に入る。いきまーす。ちょっと待って完全にこれ逆だった。押せって書いたんじゃん。はい、戻ってきました。ここね、押していきましょう。走っていく。危ねえ。あー、なるほど、これは詐欺師ですね。詐欺師っていうのおかしいな。で、ポーを押して、あー、強制的にちっちゃくなってゴールということで、スタンダードなスピラン。サンクス、ありがとうございました。いや、面白かったですね。スタンダードはやっぱシンプルイズザベストって言いますからね。じゃあ次のコース行ってみましょうか。はい、また20秒セカンズのタイムアタックやっていきましょう。結構タイムギリギリなので、ベストタイムがタイムギリギリなので、わ、コインを全て69枚取ってからゴール。うわー、これちょっと難しそうですね。ミスれない。はい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 。はい、コインを集めていく。はい、オッケー。よしよしよし。敵を倒して。私は神となると思ったらなんか壊されたんだけど。ちょっと訴えていいかい？はい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 。ここは自動的に切り替わってくれるスイッチ。おー、びっくりした。騙されてしまった。騙されちゃったよ、みんな。はい、このコースはね、コインになりきることで、コインの軌道を描くことにより、すべてを制していくっていう感じなんで、もうコインの気持ちになろう。コインの気持ち。取られて、マリオに取られて、一体どんな気持ちなのか。これを考えよう。マリオに取られてどんな気持ちになるか。うん、どんな気持ちなんだろうな。わかんねえな。コイン、このコイン、マリオは何をに使うんだろうっていう話なんですけど、クリアしちゃった。その話をしていたら、クリアしてしまいました。いや、実際マリオってこのコイン何に使うんですかね。ちょっと疑問になりますね。じゃあ、次のコース、行ってみましょう。はい、次はまた、タイムアタック20秒です。スライド&ジャンプ。滑って爽快ということで、やっていきましょう。最近のタイムアタックコースはやっぱスイッチが多いんで、これもスイッチだと思うんだけど、ジャンプなんでね。どんな感じになるんでしょうか。行きましょう。つららがやってくる。下に降りていく。あー、なるほど。そういうことね。うん、わかったわかった。よし、行きましょう。今度は負けない。のこのこというか、トゲトゲに負けないで行きます。はい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 。あー、危ない。いけたいけたいけた。あいやいやいや。ああ、そういうこと？なるほど、難しいな。実際マリオのズボンとか服って耐久性高いですよね。どんな素材でできてるのかちょっと気になる。いけた！いけた！よっしゃ、下に入る！ここからどうなっていくかわからない。下に入って滑っていく。ほ？ほ？ほ？あー、なるほど。ちょっと間に合わなかった。そこで油断をしてしまった感じですね。行きまーす。登っていく。はい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 。
はい、ここちょっとジャンプ足りなくても OK。 はい、ちょっと小ジャンプ OKOK、 入って中に行く。そしてタイムアタックに、なので時間に気をつけながら行きましょう。はい、これで上に行く。で、あー、なるほどなるほど。で、これで倒していくんだ。フラワー、ザマー、あ、クリアできましたね。やった。最後はフラワーを倒して勝つというね、戦いでした。いやー、爽快でしたね。滑って爽快のタイムアタックでした。じゃあ次のコース行ってみましょう。さあ次これ行きましょうか。20秒セカンズポーブロックブリッツということで、ワールドのマップなのでおそらく上に投げるアクションが出てくるんじゃないでしょうか。20秒スピードランやっていきましょう。行きます。レッツラポー。なるほど、ポーを倒していく感じね。あー、これはなんか使えるぞ。はい、上に投げる、で倒すからの倒すと。はい、投げながら倒していくと思ったらやられてしまいました。ごめんなさい。じゃあ今回はね、ポーのす、あれ、ここい倒さなくていいんだ。まあ、ポーのステージということで、ポーの気持ちになって考えましょう。ポーはいつも当てられるか、何かしらのギミックで消費されております。まあ、何か消費するのはちょっとかわいそうになってきたね。よし、来た。オッケー、行きました。やりました。いけたよということで、なんか倒したぞ。クリアできました。やっぱポーはね、ポーも気持ちになって、投げられる気持ちになって、投げられる側の気持ちになっていけば、クリアできるということで。いや、意味わかんないですけどね。じゃあ次のコース行ってみましょうか。はい、次はこのステージ行きましょう。マリオキッキングゴールズ。タイムアタック、いよいよ 1% 切っちゃいました。行きましょう。マリオキッキングゴールズということなので、一体どんなステージなのか。あ、倒していくスタイル。あー、なるほど。これ着地地点ちゃんとしていかないといけないみたいですね。さ、ここだ。はい、はい、オッケー。あー、なるほど。あ、これ難しいですね。え、飛んで上に上げてって感じが。はい、ここでジャンプする。はい、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 はい。オッケー。あー、今度は、甲羅を投げて、次の着地地点を確保するっていった感じですね。はい、よいしょ。はい、上に投げて、横に投げる。はい、はい、はい。あー、そういうことかー。なるほど、そこに上にあるものをすぐ投げないといけないスタイルなんだね。よーし、行きましょう。まあ、20秒セカンドっていうのはね、どちらかというと、まあ、初見殺しが多いので、まあ、慣れていくしかないんですよね。行きまーす。はい、はい。はい。おい、おい、おい。あー、ちょっと違うね。遅かったね。いや、次がどんなものが待ち受けてるかが怖いんだけど。はい。はい、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 はい。はい、投げる。わち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 。あー、足りない。遅い。遅い。取ったらもうすぐ投げる勢いですね。オッケー。いけた。あー、次のコース見えなかった。上を押せたのに。どうやら次のコースも上を押さないといけないみたいですね。いやー、これどんどん難しくなるぞ。はい、これは序の口って感じで、なんか最終的にはさ、これを組み合わせるとか出てきそうだよね。怖いな。よし、オッケー。ちょちょちょ、なるほど。あー、そういうことか。今度は違うんだ。はい、イエイ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 。なんで？なんだって？まさか、ポーが落ちてきた。そんなことあんのか。ちょっとタイミングがシビアになってんのかな、もしかしたら。そんな感じがする。はいはいはい。あ、落ちてくるんだ。あー、ちょっと飛ばなかった。この上に投げるギミックがね、楽しいっちゃ楽しいけどね。難しいんですよね、ほんとに。瞬時に上に投げる。これ慣れるのほんと大変だった。はい、これで上に投げて、落ちてくるから取る。ここ手前。なるほど。なるほど。
どうなってんの？わかんない。オッケー。どうする？ああ、難しい、ここ。難しい、どうなってんの？わかんねえ。おい。なんでそこに投げたんだよ。なんでそこに投げたんだよ。オッケー。あ、なるほど。え？なるほど。オッケー。え？あ、そういうことか。これ上に行けばいいんだ。わかりました、皆さん。攻略の糸口がやっと見えたよ。行きます。どうやら最後の方は、上に投げるみたい。さあ行きましょう。オッケー、いけたー。よっしゃー、やりました。マリオはすごいことになっております。いやー、20秒スピードラン楽しいんですよ、この達成感が。だけど疲れる。ということでクリアできました。はあ、疲れたね。じゃあ今回はこの辺で終わっておきましょう。それではまた次回お会いしましょう。グッバイ。